クライムさんで、SIF の後始末です。よろしくお願いします。それでは、クライムから SIF スクールアイドルフェスティバルの後始末の発表を始めさせていただきたいと思います。まず、はじめに注意なんですが、今回、アニメ中のスクリーンショットなどを使っていないため、言葉での説明になってしまいまして、そこで、まあ、わかりにくいかもしれない、んですけど、そこはご容赦お願いします。スイーツ。まず、軽く自己紹介をしていきたいと思います。九州工業大学ラブライブ研究会で元部長をしておりました、クライムと申します。まあ、このサークルが1年、2年間の間、サークルが乗っ取られて活動停止になっていったんですが、まあ、ここら辺については、まあ、話すと長くなるんで省略したいと思います。そしてまあ、3、4年で、まあ、2年間部長として活動して、おり、まあ、今回実績を残すために、今回、学会に参加させていただきました。推しはミヤちゃんで、好きなものが野球なので、まあ、今回こういうものも持ってきております。おー、まあ。では、まず、アニメ13話での終盤の流れについて説明していきたいと思います。まず、ゆうちゃんに対しての MC と夢がここから始まるよ。まあ、夢ここで、が行われまして、虹ヶ崎七の目等で主演をして、その後、一気に続いて後、か数週間後に飛んでしまうわけなんですけども、この間、片付けのが全てなぜかカットされているんですよね。つまり、記録も残っていない、空白の数日間が存在するわけです。なぜこの空白が存在したかというと、まあ、まあね、説一として必要のないシーンだから、説二として尺の都合で、説三として、まあ、政府にとって都合ないシーンだからと。まあ、この説三が正解だった場合は、僕はこの後指摘されるんですけども。まあ、まあ、というわけで、まあ、次行きましょう。まあ、そしてまあ、研究経緯として、まあ、片付けの悪い例を説明していきたいと思います。まあ、2022年の10月9日、福岡県のとある場所で、九州工業大学の校大祭、まあ、いわゆる学園祭が開催されました。まあ、この時、ラブライブ研究会は、まあ、出し物がなかったため、他のサークルの手伝いをしてきたわけなんですけども、まあ、14時頃から雨が降り始め、その雨は深夜まで降り続けました。16時に片付けが次の日に延期したわけなんですけども、16時半に帰宅したのは、アニメを見るために帰ったアニメのみで、他の人は多分、この後打ち上げとかカラオケとか行ってたんじゃないかなと思います。そして次の日、まあ、9時半集合だったんですけども、何人かが遅刻者が出まして、まあ、その日、まあ、前日のアニメが今、夜ドロツボ石倉により、靴とズボンを汚しながらも片付けを行うことになりました。まあ、この写真見えますかね。まあ、石倉っていうのは、雨の日の、次の日に、まあ、土の上に出てくるあれです。まあ、植物みたいなよくわかんないです。まあ、約3時間かけて片付けは終了したわけなんですけども、まあ、サークル一つ分の片付けでこれだけ大変な作業なら、スクールアイドルフェスティバルのもっと大規模な片付けは大変なのではないかと考えて、研究することになりました。そして、まあ、当日の、物語終盤の片付け付き日になるわけですけども、19時5分に局から電話がかかって、まあ、7分に虹ヶ崎学園へ出発しました。まあ、出発地点を、まあ、ユニコーンガンダムが何度か見ていたので、その近くだとすると、まあ、東京ビッグサイトなので、まあ、虹ヶ崎学園まで 1.9 キロで、まあ、走って向かって22分到着として、衣装に着替えて小休憩をして、まあ、30分にゲームココと MC を開始し、45分に閉会となります。そして、まあ、20時に片付けを開始すると考えるわけなんですけども、まあ、タイムリミットがございまして、東京都の青少年健全な育成に関する条例というものもあります。まあ、簡単に言いますと、まあ、11時までに、まあ、青少年は家に帰らせましょうということなんですけど、まあ、まあ、女子高生なんでもっと早く帰った方がいいかもしれませんが、今回はタイムリミットを23時として定めさせていきたいと思います。そして、まあ、アニメ中で、まあ、この日、白美咲さんが天気予報では晴れだったのにと言ったり、雨が降っている間はずっとステージが中止だったことから、アニメが降った場合の想定をしていなかったんじゃないかと、なかったことから、まあ、その後の片付けスケジュールにも影響が出るかもしれないと考えたんですけども、17時から19時までの間、ステージとか中止になっていたので、まあ、その時間で、予定を組み出す時間は十分だと考えて、まあ、滞りなく進んだと考えて、進んでいきたいと思います。で、まあ、場所の分担になるわけなんですけども、本来の片付けに関しては、夏休み中のイベントだったことから、まあ、次の日に移行しても構わないということで、まあ、大変だった場合は次の日に回すということで、ですが、まあ、郊外の片付けに関してなんですけども、郊外に関しては一般人も使う場所であり、イベント中通りすがりの一般人もいたことから、まあ、
当日は日曜日だったと考えられ、次の日の月曜日には、まあ、多くの人が通ることが考えられることから、当日中に片付ける必要があると考えました。そして片付けの内容なんですが、主に備品の清掃と備品の返却になるんですが、今回、作中アニメを見返していて気づいたんですが、まあ、ブルーシートの使用画面が確認できなかったんですけど、まあ、ブルーシートの清掃っていうのは、まあ、なんていうんですかね、泥を雑巾で落としてその後拭くっていう1時間くらいかかる作業があるんですけども、今回それが必要ないということで、大幅なカットになりますね、時間。そして地面もすべてコンクリート、レンガ、タイルだったため、泥の心配もないわけです。ここについては、まあ、さすが東京といったところでしょう。まあ、片付けを誰が実行するかという話については、まあ、スクールアイドル同好会のみんなについては、まあ、今回のスクールアイドルフェスティバルの主役であり、一番疲れているはずなので、今回は片付けには参加させず休んでもらうことにします。そして協力者としては、まあ、作中出てきた同好会の一覧、焼き菓子同好会や流しそうめん同好会などの、に手伝ってもらうことにします。まあ、その他にも、虹ヶ崎の生徒がたくさん出ていたため、彼女たちにも、まあ、できれば手伝ってもらおうかなとも思います。そして、ここから個別の施設の、はい、形についてなんですが、もんちゃん宮下に関しては、まあ、こちらの備品が必要となっております。このうち、鉄板ガスコンロ冷蔵庫については、まあ、料理系の同好会から、借りて返却すればいい、良いと考えました。まあ、この同好会が、まあ、詳しいどういう同好会があるかについては特定できなかったんですが、まあ、二次化石学園なので、どこかしらそういう同好会があるだろうと考えて、まあ、借りるというふうに考えました。このうち、屋台材料、調理器具に関しては、まあ、宮下愛さんが自分で用意したものであると考え、まあ、余った材料などは愛に、宮下愛さんに引き取ってもらおうと考えました。その他の、備品については、まあ、学校から借りれるものだと考え、まあ、学校に返却すると考えました。次に、歩の指定に関してなんですが、そもそも歩の、この準備に参加したのが、まあ、4人であり、まあ、木に飾り付けをしたものが多かったため、まあ、豪華に見えるんですけど、まあ、案外簡単な作業だったのかなと思いました、形に関しては。しかし、まあ、高い場所にも飾りを付けしているため、まあ、形付けの際に、脚立が必要になるんですが、まあ、地面が濡れているため、これは注意する必要があります。次に、リナとカナとの指定に関しては、ですけど、ゲームとベッドは、まあ、雨に濡らせないわけなんですけど、まあ、どちらも雨が降る前にステージが起こっており、まあ、すでに雨によって濡れない場所に避難させているのではないかと考えました。まあ、ゲーム機に関しては、まあ、コードを抜いて、まあ、持ち主の元に返却すればいい話で、ベッドに関しては、まあ、どこから手に入れたのかわからなかったので、まあ、二次化石の倉庫に一旦保管したいと思います。次に、どこでも勝つ身についてなんですが、まあ、作中、新潟社会学園からダイバーシティセンタープロムナードに移動して、まあ、雨が降った時点でもセンタープロムナードの近くにあったことが確認できています。まあ、夢ここの場面でも動かされていないことから、まあ、雨雪か、まあ、濡れても大丈夫な材料だったのだと考えられます。表面は布製で謎の煙を吐き出すことができ、まあ、大事に車輪で移動している音が聞こえるから、だからまあ、車輪で動かすことができ、まあ、女子高生12人で運べる重さだと分かります。で、まあ、これを虹ヶ崎学園まで持ち帰る方法ですが、まあ、歩道を使って運ぶというものがあるんですけど、まあ、横幅が人間5人分あるため、しかも、まあ、これに関しては、まあ、現地取材が行われてないから、まあ、わからないんですけども、道によっては通れない場所があるかもしれません。そして、方法2で、まあ、解体してトラックで運搬という方法があります。まあ、表面が布で覆われていて、まあ、中の設備を考えると難しそうなんですけど、そもそもコッペパン同好会がこれを作ったため、その、優秀なコッペパン同好会の人に、まあ、解体してもらえれば、まあ、運ぶことが可能だと考えます。次にステージなんですが、まあ、飾り付けに関しては、まあ、これは回収するだけですね。キャットを使う場合は、これも注意しましょう。ステージの土台解体についてなんですけど、これは、まあ、経験がある方に、いい取材をしたところ、上部から安全な順番で解体をしていくそうです。ただ、経験者でないと数時間かかる場合もあるため、これに関しては、まあ、時間ギリギリになるかもしれません。次に白テントなんですが、天幕と骨組みに分けて、まあ、天幕は雑巾で拭き、骨組みはまとめて紐で仕上がり、倉庫に運んで収納するというのが主な流れになっております。こちら、大学生6人で行ったところ、一つ解体するのに45分必要になったため、女子高生だと1時間以上必要なんじゃないかなと思ったんですけど、まあ、テント屋根に、まあ、丸々寄付、例えば、まあ、虹ヶ崎学園第何期卒業式寄付とか、書かれてない上に、まあ、学校から離れた場所に設置されている白テントもあったため、こちら、新潟崎学園の備品ではなく、イベント会社からレンタルした可能性もあります。そして、まあ、調べたところ、片付けが簡単なワンタッチテントというものを存在しており、まあ、それを利用した場合、まあ、簡単に片付けが済むのではないかなと考えました。テント内に置いていた
スクエアコードも借りた場所へ返しておきましょう。そしてその他の施設に関しては、まあ、ライブ会場の試験の具体的に関しては、まあ、普通の学校だったらこれが一番大変な作業になるんじゃないかなと思うんですけど、2学席はもう人数がとにかく多いですから、まあ、その生徒の多さを利用した人海戦術で、案外簡単に呼ばれるんじゃないかなと思いました。そしてまあ、電気コードについては、まあ、雨が濡れているため危険、まあ、雨に濡れたら危険かもしれないので、まあ、ちゃんと拭いて返却しておきます。次に、掲示板の応援イラストについては、まあ、回収後に、まあ、スクールアイドルフェスティバル、じゃなくて、すいません、スクールアイドル同好会の物質で保管してもらえればと思います。そして、質問ですが、まあ、なぜかつ、片付けが渡されたのかというと、まあ、ライブ後にね、女子高生が、ヒーヒー言いながら片付けをする姿なんて、誰も見たくない。つまり、先ほどの施設一員は、まあ、見る必要、描く必要はないからです。まあね、ファンが、ね、同好会のために頑張ってる様子っていうのが、まあ、スクールアイドルフェスティバルでは重要だったんですけども、これはもう準備段階で十分示されていたわけです。なんでまあ、まあ、そのままね、まあ、必要なかったという結論になりました。そして最後になるわけですが、まあ、前日のイベントでも片付けをしている人はいっぱいいるわけです。まあ、イベントが終わってみんな帰ってる中で、まあ、イベントのために頑張ってるそういう人たちがいるわけです。まあ、それはどんなイベントでも同じですし、まあ、どんなライブでも、そしてこの学会でも同じです。すべてのスタッフにここで感謝を述べたいと思います。ありがとうございます。では、ご清聴ありがとうございました。最後、参考資料になります。ありがとうございました。ありがとうございました。まず、ね、すごい、こういう、なかなか、こう、ね、普段パッとアニメだけ見せたら突っ込まないところを突っ込んでいく元気すごい好きですね、僕は。はい。